え、これマヨネーズ。そう、マヨネーズと塩コショウ。こっちは普通のただバター。ほう。8月30日倉庫からお送りしてます。はい。そうです、僕たちの吐き溜めからこんなところから最高級のエンタメを最高級お送りしたいと思います。アフタティ1台のためをお送りしたいと思います。こんな感じです。これも全体のあの倉庫兼控室みたいな。またデスキは着物を破って、はい、はるちゃんにチクチクしてもらってます。そしてゲストのバッチャさんみたいな状態ですよね。僕らのパフォーマンスも折り返しですからね。そうです、今日と明日で、今日で、あ、そうね、今日明日1回ずつ。そうですね、あと1回ずつだ。はい、その後はなんとご覧の皆様のところお邪魔して、え、庭先でやる。庭先で倉庫から庭先へ。そうですね、三鷹のとこですね、劇場でね。そうですね、はい、池谷さんの公演で、はい、外星公演として。まだ今のところは発表されてないですが、あの発表します、近々。あ、そうですか、はい、あの発表されてからじゃあ。わかりました、はい、ボリュームアップして、ボリュームアップしてね、はい、凱旋披露。ママミア。ファイナルカット。オーケー。Thank you, perfect. ラー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 。ああいう武蔵？武蔵？アボイ？アボイ？メスアボイ？アボイ？頭の持ち方が違わない？あ、ね、あ。おお。ありがとうございます。はい。スーパーです。スーパーです。ただいまの時刻は、ただいまの時刻は8時ぐらいかな、7時半ぐらい。あ、7時半ですね。7時半。はい。で終わって、はい、僕たちのステージは終わって、はい、ホテル戻って、はい、いつものスーパーに帰りしに来ました。ね。11時半くらい。すごいちっちゃい1歳ぐらいの子とか連れてめちゃくちゃいるんですよ、人が。夜やっぱみんな活動するのがね。今日はあのもういつもお世話になっているわちゃさん、わちゃさんをちょっと
お招きして、はい、刀屋地のおもてなし第2弾、はい、はい、ワッチャさんをおもてなし、アブダビでもパリでもね、ね、ほんとね、うんうん、昨日デデスケが買ってくれなかったヨーグルト、ま、ヨーグルト、はい、僕が買うのを忘れた。大さん、なんか大さん、なんかのに大さん、何かいりますか。ヨーグルト、わかりました、ヨーグルトだけお願いしますって言ったら、そのヨーグルト忘れてくる今日はちゃんと買います。はい、お願いします。6、ゲルハム、すげえうまそう、180円。おー、安い。で、チーズのバケット、めっちゃ美味しそう。いいね、これ、うん、え、これで180円、海外、まあもうね、もう何カ国も行ってますよ、なんとなくわかりますよ、うん、注文ぐらいは注文ぐらいで、はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、出てきてよ、英語で、とくとごなはれ、おお、すごい、すごい、カメラ回ってるからもうパフォーマンスまで上がっちゃってる。もうパフォーマンス、イエーイ、いいね、いいパフォーマンスだったね。すごい、かっこいい。あのラベル貼るだけなのに、いや、かっこいい。アブダビっていうのもですね、砂漠のね、あの国なのでね、魚が実は美味しいと、エビがあと安い、あー、いいっすね。あともう見てください、肉厚です、肉厚。今日は何のお魚をご所望ですか。今日はサーモンです。サーモン、でこの肉厚いきましょうよ。あ、高いかな、うん、安くなってる、何グラムなの。楽なこっちです。でもあれ、エッセイ、ドドン、こう渡してですね、はかりで回してます、回してます。もう慣れたもんです、毎日来てるんで、最初どうやっていいのか分かんなくて隣のおばちゃん超無駄だ。で、値段をつけて Thank you、 まだ25ぐらいですよ。おー、安い、安い、安い。お次はお肉です。お肉、アブダビでブラジルビーフを買う。なんかオーストラリアビーフはね、あれだけど、ブラジルっていうのがちょっとなんか珍しいんじゃないか。ブラジル肉を、アブダビは AED って書いて、ディルハム、ディルハム、ほんとね、アブダビのみんなね、すごいね、親切なんですよ、本当に。こんばんは。こんばんは。こんばんは、刀屋一です。Yes。 はい、新しいキャラクター。今日、アブダビ時間で今9時半を回りますね。なぜ動画を回しますと、はい、今回もですね、フランス、それからそれ以前は去年のアブダビですね。はい、ちょっといろいろとコラボ。アブダビっていつも言えてないよね。甘いみたいな。甘い。一緒にお力をお貸しいただいている方を、はい、今日は招いたんですね。招きいたしました。はい、ここは別にね、あの東京じゃないですよ。はい。さっき言ったけど。東京じゃないですよね。アブダビ の、 アブダビの僕たちが住んでる泊まってる、泊まってるホテルに、ゲストをお招きしました。はい、はい、この方です。ドン、ワッチャー、ワッチャー、はい、ソハイレってか、ソハイレ、はい、はい、それを編集でやります。はい、本日は
ご来場いただき誠にありがとうございます。はい、じゃあ早速乾杯で乾杯しましょう。はい、じゃあいつもありがとうございます。今日は片西のおもてなしでございます。乾杯。ちなみになんとキレイさんからいただきました。いただきました。キレイさんからいただきました。来てもらってんすけど、いただいていただきます。いただいた酒を頬張っております。美味しくいただいております。おんぶり抱っこ状態でございます。はい、